ジョバンニ・オリビエイド・ジュゼッペ・ガレスキは、イタリアのジャーナリスト、キャラクターであるシサイドン・カミロを創作したことでよく知られる、風刺漫画家、ユーモア作家。1908年に、パルマ県のフォンタネッテ・ディ・ロッカ・ビアンカで生まれた、中産階級の家庭出身である、ガレスキは大男であったとされ、先例名ジョバンニは、少女内誌は、ジョニーという意味であるという、 1920年に公立の寄宿学校マリアルイジアに入学した。在学中は学生新聞の発刊に関わって編集者として活躍した。1925年に家族が破産した後、パルマ大学法学部で勉学を続けることはできなかった。様々な単純労働をした後、地元の新聞ガゼッタ・ディ・パルマに寄稿を始めた。 1929年に風刺し、コリエーレ、エミリアーノの編集者となり、さらに1936年から1943年まで、ベルトルトという似たような雑誌の編集長となった。1943年、軍に徴兵され、結果的にファシスト当局との衝突を回避できたという説がある。クアレスキは、砲兵士官についた。 イタリアは1943年に連合軍と旧戦協定に乗員、クアレスキはイタリア軍非翼流者としてドイツ軍に捕獲され、他のイタリア人兵士と共に2年近くドイツ占領下、ポーランドのザントボステイル近郊の収容所シタラーク B に収容された。彼は後年にこの出来事についてまとめたジアリオクロンデスティーノを表した。ドンカミロ戦後、クアレスキは イタリアに戻り、1945年に君主主義の習慣風刺し、カンディードを発刊した。イタリア共和国の誕生後、彼はキリスト教民主主義を支援し始めた。彼は雑誌で共産主義者を批判し、風刺した。共産主義者を三つの美孔を持つ男として描き、彼が生み出したスローガン、投票所の中においても神はあなたを見ることができるが、 スターリンにはできないは人気を博したという。1948年に行われたイタリアの総選挙では共産主義者が惨敗を喫したが、クアレスキはペンを走らせる手を止めずにキリスト教民主主義も同様に批判した。カンディードは1950年にカルロマンゾーニが描いた共和国大統領ルイージ・エナウディを茶化した風刺画を出版した。 風刺画は大統領がクイリナーレ宮殿の中で大統領の強行騎兵の代わりに巨大な熱ピオールワインのボトルに囲まれている内容である。エーナウディは実際にドリアーニで所有する土地でワインを生産している。それぞれのボトルには文字が書かれたロゴが貼られていた。この風刺画は大統領侮辱罪で当時の裁判所によって審理された。 この雑誌の編集長としてグアレスキは責任を負い、刑を宣告された。1954年にグアレスキは元首相のアルチーデレガスペリがドイツのコラボレーターの指揮をくじくため連合国にローマ郊外を爆撃するよう要請したという、副写された戦時中の2通の手紙を公表した後、名誉毀損罪で告発された。裁判所は、 手紙の適法性について確定できなかったが、2ヶ月間の後半後にデガスペリが有利になった。クアレスキは判決の上訴を諦め、パルマのサンフランチェスコ刑務所で409日間、投獄され、それから自宅で6ヶ月間の保護観察を受けた。彼の最も有名な風刺漫画作は雑誌に短編連載されていたものであり、ポーガー流域の集落、小さな世界において、 新年の方イタリアの司祭ドン・カミロと共産主義者の村長ペッポーネのライバル関係について描いている。この物語は何度も映画、テレビ、ラジオ番組で制作された。最も有名なのはフェルナンデルが主人公、ドン・カミロを演じる映画シリーズである。クアレスキは1956年に健康状態が悪化し、健康上の理由からスイスで時を過ごし始めた。 1957年に、カンディードの編集者ポストから引退したが、依然として寄稿者であった。1968年にチェルビアで、心臓発作によって死去。ありがとうございます。